遊国に展望台から江ノ島方向を望む眺望テレビ等にある展望台から望む相模湾、レストハウス展望台から望む富士山と大磯丘陵湘南平は神奈川県の平塚市と大磯町の境にある標高181メートルの丘陵で高麗山と阿波水山の山頂一帯を指す都市計画公園としての名称は高麗山公園。地元ではかつて 戦場時期と呼ばれていたが、公園として整備するにあたり湘南平らと呼ばれるようになった。高い山ではないが、相模湾を一望でき、晴れた日には東京スカイツリーや東京タワー、新宿の高層ビル群、横浜ランドマークタワーなど見ることができる。桜の木も多く花見の季節は家族連れで賑わう。平塚市の高麗山公園の一部で、 北側の朝日地区万田から地続きでは素通りがある。高来山公園とあるが、阿波水産に公園自体はある。そのため地元から渡んに湘南平などと称される。高来山公園内にはハイキングコースが整備されている。そのため式を通じて家族連れや中高年ハイカーが訪れ、近隣の小学校では学校の遠足コースとなっている。阿波水産から 高麗山に向かう途中には浅間山があり、浅間神社と一等三角点がある。平らな山頂に現在は、レストハウスとテレビ塔がある。関東の富士見百景、神奈川の景勝五十選、神奈川の花の名所百選、神奈川未来遺産百、神奈川の公園五十選、夜景百選を呼び、平塚八景に選ばれている。淡水山の地名は、蘇我物語に由来し、 虎御前のもとにいた兄、十郎の危機を聞き、蘇我の里から駆けつけた弟五郎が近道をしようと、馬でこの山に駆け登ったところ、山頂付近で馬が泡を垂らしたところからつけられたという。またその時に馬が前足を踏ん張った場所から泉が湧き出たとされ、後に十郎が虎御内の分をこの水で炭をすりしたためたことから、十郎のすずり水として、 現在も、湘南平東側入り口の横に史跡として残っている。昭和の初期頃まで、ここには茶店があったという記録もあり、昔の日本人の蘇我物語好きを忍ばせる。1941年には、校舎法人地が作られた。終戦前の B-29 による、首都圏への爆撃の時、目標にした富士山からこの上を通って、 東京方面に向かった B29 に向かって砲撃したが届かなかったという。この校舎法人地は米軍の爆撃の対象となり破壊され、山の北側にある古寺総本寺もその巻き添えとなり消失した。戦後しばらくは荒廃したままであったが、1957年に平塚市と神奈川中央交通がここを自然公園とする計画を建て開発、整備し、 当時の市長である戸川貞夫が湘南大らと命名した。その後、放送所設置及びレストハウス建て替え等が行われ、現在に至っている。テレビ塔にある展望台のフェンスに施錠された南京城の数々1980年代から、当地にあるテレビ塔の金網に愛を誓った恋人同士の名前を書いた南京城をかけて施錠するという行為が、 若者の間に広まり、現在に至るまで多くの軟禁状が付けられている。この軟禁状は施設管理上の支障になり、美観を損ね、隠しトラブルのもとになっていた。そこで、市は、レストハウスの展望台に鍵を取り付けるための、モニュメントを設置した。モニュメントは、造形作家の天子康氏のデザインによるもので、愛のは、愛の和と名付けられた。モニュメントには、 約350本の軟禁錠がかけられる。市は軟禁錠がいっぱいになったら外していとかし、プレートなどを作ることも検討している。ありがとうございます。